皆さんお元気ですか。菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。最後までご視聴くださり、またグッドボタンやチャンネル登録もお願いしたいと思います。本日9月5日水曜日、お話は失敗は学ぶ機会という題です。こうしたら失敗しないよ、そういうマニュアル、そういう方法は今のところ開発されていません。私たちは人生において数多くの失敗を繰り返すものです。でも手痛い失敗をしてもそこで失望する必要はありません。失意のどん底に、その中で一つの重要な事実を見逃しているのではないでしょうか。つまり失敗とは学ぶ機会だということです。アメリカの発明王トーマス・エジソンは生涯において1300もの発明をした。1300の発明ですよ。でもその背後にはね、もう数限りない、もう数えられないほどの失敗をして、いや失敗と呼ばないんです、学ぶ機会と言ったんです。エジソンの名言の中に、私は失敗したことがない、ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだいやいやいや、前向きですね。私たちは失敗、まあ確かに失敗は失敗、でもそれが学ぶ機会として生かされていくこと、そうしたらかけがえのない祝福になると、そう思います。失敗を恐れることなく、今日も与えられた命を、使命とは命使うと書きます。そのようにあなたの人生、神にあって燃やされて、そして新たなうまくいかない方法を見つけたら感謝していきましょう。私が悩む時も響き力を与え、あふれる恵みを主は満たしてくださると信じて、私は今全てを主に委ね、喜びに満たされて、この日も過ごします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。